おい、コムドット。コムドットのヤマト。お前、レペゼン主催の炎上万博。断ったな。断ってもうたんか。いやー、正直、がっかりした。いや、絶対見てたよ。もう今、全国民は多分こう思ってるよ。コムドットって何？見たかったなぁ。だってさ、年末テレビめっちゃ面白いのいっぱいあるやん。でもさ、ガキつかもないしさ。なんか、今年の年末は何で盛り上がって何で締めようかなってなってる時に、レペゼントコムドットがリング上で殴り合い。絶対見るて。絶対見る。俺見るもん。花火職人絶対見る。いや、全国民絶対見るよ。お前、でっかい魚逃したぞ。マジ、なんで断ってん。まあでも、そら理由はあると思うよ。コムドット、テレビも出なあかんし。まあ、ブランディングもあるし。まあ、忙しいやろし、単純に。まあ、いろんな理由あるやろけど、YouTuber なら、いや、お前がエンターテイナーなら、絶対出るべきやったと思うけどな。そんなんで400万人いけんのかな、ほんまに。DJ 社長も言っとったけど、10月、11月5万人ずつで、最後佳境の12月22万人増やさなあかんな。いけます。あと1ヶ月でいけます。いや、正直きついんとちゃうかなと思ってます。やばいやろ、焦ってんじゃん。マジで正直焦ってるやろ。今までいろんなこと達成してきて400万人達成できんかったら、ほんま DJ 社長の言う通り結構大ダメージやと思う。この目標達成できへんのは。まあ、コムドットってほとんどが女性ファンやんな。男見てないやろ。知ってます。俺らの周りでも同年代で見てる男一人も知らない。いない。聞いたことがない。ましてやコムドット好きそうってのが悪口になる時代になってます。それぐらい男からの目線は結構冷たいもんやと思うで。なんで男が少ないかわかるか。男っておもろいのが大好きやねん。おもろいのが好きでしゃあないねん。 DJ 社長も言ってたけど、レペゼンほとんど男やってたな。まあ、面白いこと、派手なこと、過激なことしてはるわ。俺らも実は、ほとんど男やねん。女性視聴者層 14% に対して、86% が男やねん。まあ、俺ら一応お笑いチャンネルとしてやらせてもろてんねんけど、間違いなくそれは、面白いからそうなってるんやと思う。お前ら、おもろないねん。言わしてもらうけど。俺ら花火職人、お笑い指導っていうコンテンツをやらせてもらってんねんけど、コムドットの動画見て、あの長い 1,2 時間の長尺の動画見て、お前らにないお笑いを付け足してあげるっていう企画をやってんねんけど、まあめちゃめちゃバズらしてもろてます。多分それでしか知らんっていう人もおるんちゃうか。それがなんでバズったかっつったら、やっぱりコムドットがおもんないと思ってる共感を得れたからやと思うね。まあそらそうやわな。俺長尺のあのおもろない 1,2 時間見れたら、ネットフリックスで映画一本見た方がええもん。その方が有益やもん。で、最近お笑い指導があんたらの元に届いてんのかは知らんけど、なんかちょっとおもろなってる部分はあるよ。なんかエンさんとかハンマーユージローのやつとか、なんか俺らが指導で使ったやつ入れ込んでたよな。なんでちょっとおもろなったのかなと思ったけど、俺らのやつ入れ込んだからおもろなったんやな。おもろなったらマジでコムドットさんにかなう YouTuber おらんと思います。あんたらに笑いの力がついたら鬼に金棒やと思うわ、マジで。だからこそ俺らはお笑い指導ってやってんねんけど、まあ今焦ってるコムドットさん、正直厳しいと思います。22万人この1ヶ月で伸ばすの。そこで俺ら花火職人にしかできへん提案がある。コムドットが400万人到達するために。知りたいやろ、その方法。まあ400万人いってほしいし、教えてあげますわ。その方法は、俺らが指導した通りに動画撮れや。なんで俺の時こんなダサいねん BGM。 お前やったん。まあええわええわ。まあ俺らの視聴者の中でもお笑い指導ってめちゃくちゃ人気なコンテンツやねん。絶対満再生撮れるし。男 86% おって、あんたらが花火職人の指導通りに動画撮る。まあそんなことなったら間違いなく俺らの 86% の男はコムドットのチャンネル登録しに行くと思う。絶対すると思う。いや、させる。それはもう俺らが言うてさせますわ。コムドットさんがやってますわ言うて。そしたらまあ話題にもなるし、俺ら今3万1700人おるんやけど、そのうちの 86% 約2万7000人。
今のあんたらにとって2万7000人登録者増えるのって結構でかいことちゃうか。3万人がなんか言うてるわって思ってる。まだ登録者でしか測れへん物差しなんかあんたら。わかるよ、底辺 YouTuber って思んないから底辺やねんな。俺らってこいつらなんで売れてないんって言われてる底辺 YouTuber ランキング1位です。まあそれなりに芸能人、有名な方、 YouTuber にも目つけられてます。実はまあだから全然悪くない話だと思いますけどね。むしろあなた方が400万人達成するためには不可欠と言っても過言じゃないんじゃないでしょうか。あと DJ 社長レペゼンさん、あんたらも動画撮ってコムドットに400万人達成絶対で無理やと思う言うてたけど、まだまだおもろい YouTuber おるってこと忘れんとってくださいよ。なんか新世代批判して上の方でまだなんかつばぜり合いみたいなやってる気でおるんかもしれないですけど、あんまうかうかしてると足元すくわれます。まあええわ、まあこの動画はコムドットに捧げる動画や。あんたも YouTuber なんやから、いやエンターテイナーなんやから、 Twitter、インスタもしくは YouTube でアンサーお待ちしてます。この動画を見たらすぐアンサー返せよ。この見るんかな、まず見る、届くまずヤマトに届くよ、届かせるよ、見ろよ絶対。ということで SNS 上でアンサーお待ちしてますんで、 LINE 持ってへんからな、 LINE くれてもええけどな。まあ日本最高峰の大人気 YouTuber のアンサーお待ちしてます。レペゼンもうかうかせんとおもろいことせなあかんで。花火職人今まだ3万人やけど、笑いで天下取る YouTuber なるんで、そこんとこよろしく頼んます。